どうも、達也です。今回ね、不安を軽減するための呼吸法、また10分間やっていこうと思います。ぜひね、不安がーっていうか、ストレスを感じるなーっていう方は一緒にご参加ください。それではね、一緒にやっていきましょう。はい、ちょっとね、いい匂いのそういうものを用意しました。はい、それでは、一緒にやっていきましょう。リラックスするように座っていただきまして、背筋を少し伸ばしていただきまして、鼻から息を吸って口から息をゆっくり長く吐きます。僕の声に合わせて始めはカウントするので、僕の声に合わせて始めてみて、それから自分の行いやすいような時間感覚でやってみてください。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。続けてください。体の感覚に注意を向けづらい場合には、お腹に手を当てて、息を吸った時にお腹が膨らんで、息を吐いた時にお腹が小さくなる感覚を観察してみましょう。吸って吐いて、ゆっくりと呼吸を行いましょう。鼻から息が入ってくる感覚、鼻から息が出ていく感覚、もしくは口から息が出ていく感覚を観察してみましょう。鼻から息を吸って、少し止めて、口からゆっくり長く吐きます。頭の中に何かが浮かんでも、頭の中に何かが浮かんだなということに気づいて、評価をせずに、またそっと呼吸の感覚、息が鼻から入ってきて、そして息が出ていく感覚、息をする時のお腹が大きくなる感覚、そして小さくなる感覚を観察して集中してみましょう。息を吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐きます。完璧を求めずに少しずつ試してみましょう。大丈夫です。ちょっとずつ良くなります。鼻から息が入ってきて、少し止めて、口からまたは鼻からゆっくり長く吐いてみてください。息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くとお腹が小さくなって、常に体は動き変化しています。
その体の変化、そして気持ちも変化しています。その気持ちの変化にも目を向けて、評価をせずにただただ観察してみましょう。息を吸って、少し止めて、ゆっくり長く吐く。繰り返し繰り返し行ってみてください。完璧を求めずに、ちょっとずつ毎日この場所で取り組んでみてください。息を吸うとお腹が大きくなって、息を吐くとお腹が小さくなって、吸って吐いて、吸って吐いて、自分の体の感覚を観察しながら続けてみてください。吸って、少し止めて、口または鼻からゆっくりと息を吐きます。その時の体の感覚に注意を向けて、しっかりと観察してみましょう。息を吸って、息を吐いてを繰り返してください。鼻から息が入って、ゆっくりと鼻からまたは口から息が出ていきます。自分が心地よいなと思う呼吸の感覚、体の感覚をゆっくりと観察してみましょう。吸って吐いてを繰り返してください。鼻から息を吸って、鼻または口から息をゆっくり吐きます。
もう間もなくで10分間経過いたします。もう少しだけ続けてみましょう。はい、10分間経過いたしました。少しねリラックスできたかなと思います。呼吸法を始める前と今の状態ではかなり変化があったかなと思われるので、今の状態をねなるべく毎日再現してあげるというか、毎日呼吸法のトレーニングをねこの場所で実践してみていただきたいなと思います。そしたら頑張ったことを紙とペンを使って自分はどういうことをいつどういったところでこういうことをしたのかっていうことをメモして、それを、カレンダーに貼るだとか、まあおすすめはノートですけどね、ちゃんと目に見えるようにして自分の努力を可視化してあげてください。はい、そしたらね今回の、毎朝の、呼吸トレーニングですね、10分間の呼吸トレーニング、ここで終わりにしようかなと思います。また調子が悪くなったりだとかしたらまたこの場所で実践してみてください。それではまた、この場所でまた明日かなお会いしましょう。またね、ちょっとずつ良くなるのでまたこの場所でお会いしましょう。大丈夫です、ちょっとずつ良くなります。